会社の中では仕事ができない人ほど人のことを妬み、そねに陰口を言ったり、いじめたりする。まさに出る杭は打たれる。もし、あなたが情熱的に仕事をしているなら、叩いてくる人たちが必ずやいることだろう。本書では、なぜ社内でそういった足の引っ張り合いが起こるのかを解説するとともに、対抗策を提示していく。もちろん、人の足を引っ張るような人間は、出世することはないから、あなたの職位が上がっていくと関わることが少なくなる。だから、主に本書で解説する状態は、平社員から一歩上に上がる段階だ。平社員から役職がつくあたりが、最も足の引っ張り合いが生まれるタイミングだ。本書では、まず、足を引っ張る人の心理を解説する。次にそういった人を見抜く方法を解説する。人の足を引っ張る社員も、引っ張ってやろうという意識があってやっているわけではない。何かもっともらしいことを言いながら、あなたが前に進むのを邪魔するのだ。あなたのことを考えたアドバイスなのか、足を引っ張りたいのかを見極めないといけない。最後に、足の引っ張り合い地獄から抜け出す方法だ。引っ張り合いといっても、あなたが人の足を引っ張っているという意味ではなく、引っ張り合っているグループというのがあって、その中から抜け出すという意味だ。これは中学校や高校の不良グループのようなもので、右も左もわからない新入社員のうちに入れられてしまっている場合もある。そこから抜け出そうというものだ。なぜ凡人は足を引っ張るのか？これには構造がある。自分が出世しようと思って、前向きに全力で働いている人は、足を引っ張ろうとは思わない。人のことを気にしている暇はないのだ。とにかく、自分の業務を少しでも良くする方法を追求しているから、足を引っ張る時間がない。それに対して、仕事を頑張っていない人たちは暇だ。暇だから、一人の悪いところを嗅ぎ回っている。まずは上司。上司の悪いところを見つけて、凡人同士で陰口を言い合う。こういった人たちの特徴的なことは、他部署の人たちと飲み会に行ったりすると、そちらの部署はいいですね、いえいえ、こちらもひどいものですよと、こんな風に、お互いに自分の部署は悪いということを言い合うのだ。それで、お互いに大変ですねと慰め合う。他部署の人と話しても、こんな感じなのだから、事務所の中では、なおさら、この部署は悪いと言いたい。上司には言えないから、同レベルの社員を見つけて、その話に付き合わせる。これは要するに愚痴だ。愚痴を言って、責任を人のせいにすることによって、自分を慰めるのだ。俺がパッとしないのは部署のせいだ。上司のせいだということになる。まず、凡人たちには、この発想があることを理解しないといけない。彼らは、必死に働かない割には、プライドが高く、自分の実力のなさ、努力の少なさを認めることができないのだ。だからこそ、自分たちと同じレベルにいた社員が、抜け出しそうになると焦り出す。彼らにしてみれば、凡人の集団から抜け出す手段はなかったはずなのだ。もし、それがあったら、自分が惨めだ。自分を凡人と認めなくてはいけなくなる。すると、あいつは上司に媚びを売ったに違いない。男らしくない奴だそんなことを言い出したりする。また一方で、あなたを飲み会に誘ったりして、一緒に部署や会社の愚痴を言わせようとする。愚痴を言えば、今まで素直に働いてた気持ちに、陰りが出て、少し仕事に集中できなくなる。そういったことを狙っているのだ。凡人が足を引っ張る力というのは本当に強い。学生時代のいじめと構造は似ている。自分たちのグループや価値観から少しでも逸脱するものを排除する。取り込むか排除するかどちらかだ。凡人は自分の無能さを知りたくないために足を引っ張り合う。誰もが成功しないなら自分も成功しなくても惨めではない。もし誰かが成功したら成功できない自分を凡人と認めるしかなくなる。さらに言えば成長は自分の力のなさを認めることから始まる。しかし凡人にはそれができないからやはり抜け出せないのだ。とはいえ、そんな成長しない凡人でも数は多い。数の力に頼んで、あなたを引きずり落とそうとしてくる。まず、相手が足を引っ張る人物かどうかを見極めることが大切だ。ここからは、それを説明していこう。足を引っ張る人には典型的な傾向がある。あいつは付き合いが悪い。飲み会の誘いを断ったりすると、付き合いが悪いそう言い出す人がいる。これは典型的な、足を引っ張り合う凡人の発想だ。なぜ社内の同僚との付き合いをそれほど気にしなければいけないのだろうか？会社で毎日顔を合わせるわけだし、職場で話しにくいことならランチタイムもある。会議室で二人でゆっくりと話してもいい。確かに職場の人間関係はある程度は大切だ。一緒に目標を目指すチームだから仲が良いほどいい。またその進行のために仕事が終わった後に飲みに行くのもいい。しかしそれを断られて、あいつは付き合いが悪いという発想になる人は、確実に足を引っ張るマインドを持っている。
足を引っ張らない人、将来的に出世するような人は、断られた時にこう考える。あいつ頑張ってるな。理由を聞かなくても、同僚で飲みに行くよりも大切な、何かを行っているという想像をするのだ。例えば、仕事、ジョギング、英語学習、家族サービス、何か前向きなことをやっているに、違いないと想像するのだ。なぜ、そのように考えるのかといえば、人間は自分を相手に投影するからだ。飲み会がないとしたら、自分がすることを相手もするに違いない。無意識に、そう考えるのだ。普段から、早く家に帰った時に、英語を勉強している人なら、飲み会を断った同僚に、ああ、何か勉強するのかな、そのように感じる。それが、俺たちと飲みに行くより、家でテレビを見る方が大切なのかと感じるようなら、早く帰った時に、テレビを見ている人だ。付き合いが悪いと感じる人は、まず、自分が努力していないから、あなたが、何かを前向き、頑張るために、飲み会を断っているということを想像できない。あるいは、それは想像できても、自分が努力していないから、それを邪魔することを気楽に考えている。そしてこういった人は無意識化では、もっと恐ろしいことを感じているかもしれない。抜け出させないぞ。あなたが、努力して成長すると凡人は、自分が凡人であることを認識せざるを得なくなる。それを恐れて足を引っ張りたい。その心理から、飲み会に誘っているということもある。飲み会を断られて不満そうな顔をする人は、足を引っ張る人だと覚えておこう。また、中には本当に飲み会が好きなだけの、純粋な人もいる。ただ、そういった人は、あいつは付き合いが悪いなんていうことは言わない。あいつは上司に媚びてる。こんなことを言い出す人は、完全に足の引っ張り合いをしている人だ。大体、スポーツ選手だって監督には、自分をアピールするだろう。それが会社員はなぜいけないのか。上司に媚びようが、出世して大きな仕事をしなければ、キャリアアップはないのだ。しかも、これを言われるときに、あなたは上司に媚びている自覚はないだろう。そして、おそらくは媚びてもいない。ただ、あなたが仕事を頑張るから、上司に目をかけられているだけだ。どんな上司だってよく働く部下が好きだ。それだけの話なのだ。それなのに、それを媚びていると見るのは、その人が凡人だからに他ならないし、それを口にする時点で、足を引っ張るマインドに溢れている。こういった人の残念なところは、媚びれば、上司に好かれると思っているのだ。出世すると思っているのだ。そのような人間的な品位の低さは、意外と透けて見える。だから、いくら媚びても出世することはない。出世する条件すら履き違えているのだ。君、上司に媚びすぎじゃない。そんなことを言ってくる人がいたら注意しよう。その人は足を引っ張るタイプだ。ちなみに、凡人から抜け出して出世していく人は、自分の上司と同僚の関係を、それほど気にしない。誰が媚びて、異様が関係ないのだ。自分の仕事に集中しているから、そんなことは気がつかない。いちいち誰が、媚びているとかいないとか、気になっている時点で、凡人グループから抜け出せないタイプであると言える。自分の成績ばかりで協調性がない。これを言ってくる同僚は確実に、足を引っ張りたい人だ。そもそも自分の成績を上げることは、上司に要求されていることであり、会社から給料をもらっている理由だ。そこに集中するのは当たり前だ。もし、あなたに本当に協調性がなくて、周りがいろいろ困っているとする。それでも、足を引っ張らない人の発言は少し違う。強要性もあると一番いいとか、成績がいいから、多少協調性がなくてもいいとか、そういったポジティブなものになる。大体、ビジネスに協調性が必要なのだろうか？組織内のルールを守るのは当たり前だ。しかし、それはルールを守ることであって、協調性ではない。協調性とは、意見が異なる時に周りに合わせるということだろうか？正直それは、会社組織ではやってはいけないことだ。意見が異なるなら、異なるままでないと上司は困る。意見の多様性がなくなるのだ。それぞれの部員が自分の意見を主張していて、そこがぶつかる部分を右か左か決めるのが上司の仕事で、意見の違いが選択肢になる。もちろん、上司が決めたことは意見と異なっても守らないといけない。ただ、それはルールであって協調性ではない。勝手に協調されても上司としては選択肢が減って困るのだ。選択肢は多ければ多いほどベストなものを選べる。そのやり方なら誰だってできるさ。本当に成績を上げる人は、後から見れば、必然的なことを行っている。営業業務を例に挙げよう。売上を増やすために、訪問件数を5倍にする。すると売上が5倍になる。これは後から見れば、必然的なものに見える。それを見て、凡人は、そのやり方なら誰だってできると、少し、小馬鹿にして言う。
大抵のうまくいく施策はシンプルで、誰だってできそうなことなのだ。ただ、それを本当に実行できる人が少ないのだ。そんな当たり前のことも考えずに、あなたが出した成果を素直に認めようとしない。少しでも、あなたがすごくないということにしたい。そんなのはやれば誰でもできる。別に特別な能力があるわけでもない。そんな風に言いたいのだ。凡人から抜け出す人は、素直に自分も5倍訪問しようと考える。人の成功を素直に認めるから、それを自分の行動に応用できるのだ。凡人の輪から抜け出す方法。さて、自分が成長しない代わりに、人も成長させないという凡人の輪から抜け出す方法を説明しよう。キーワードはこれだ。出る杭は打たれる。とにかく、凡人は出る杭を認めたくない。認めれば、自分の無能さと怠惰を認めることになる。だから、飲み会に誘ったり、あなたと上司の良好な関係をこびていると、レッテルを貼ってみたり、あなたの見つけた成功法則を、誰でもできる陳腐なものと断定する。実は、こういった凡人は相当多い。上司や会社次第だが、閉塞感のある動きのない組織なら、8割は足を引っ張る凡人社員だろう。組織が良くても2割はいる。この凡人社員の輪から抜け出す方法は3つある。1つ目は、理解を求めないこと。とにかく相手は、あなたの活躍を認めることはない。飲み会に行かない理由も、上司に媚びているわけでないことも、業績アップの成功法則も、絶対に認めることはない。なぜなら、それは、自分の人生の否定になるからだ。それを認めることは、自分の無能、凡人さを認めることになる。人間は、誰しも、自分が10は1からげの凡人と認めたくない。理解を求めてはいけない。二つ目は、距離を取る。なるべく関わり合いにならないことだ。どちらにしても、彼らは、あなたに対して、ポジティブな評価をすることはない。いや、彼らは、何に対しても、ポジティブな評価をしない。世界をネガティブに捉えているのだ。だから、近づくと、あなたのモチベーションを吸い取ってしまう。なるべく付き合いを最低限にする。三つ目は、仕事に燃えている人と付き合う。とにかく、どんな職場でも1割、2割は、仕事に夢中な人がいる。そういった人と付き合うようにしよう。そういった人とは、仕事感が一致するはずだ。お互いに飲み会に行く暇がないし、上司にも認められているから嫉妬もない。成功方法は共有できる。少し、話が変わるが、こういった燃えている人と付き合った場合に、その人と、出世競争をしているような気がするかもしれない。確かに競争はあるのだが、気にしなくていい。本当に仕事を頑張る人は、社内には少ないから、あなたが努力を続けていれば、誰に出世競争で負けようと、新しい課が新設されたり、所属している課とは、別の課のポストを用意されたりする。自分に集中すればいい。自然とポストはついてくる。そこで、仕事に燃えている同僚に嫉妬して、あいつは媚びているとか、あんなやり方なら、売れるに決まっているとか言い出すと、あなたも凡人の仲間入りだ。とにかく、自分を高めること、自分の業績を高めることに集中してほしい。後書き。2対8の法則というものがある。これは売上構成比などで、よく使われる考え方で、売上の8割は、上位2割の商品で作っているという考え方だ。これは、組織の人材でも同じことが起こる。会社の業績の8割を作るのは、上位2割の社員なのだ。あなたの組織でも、組織の業績の8割は、上位2割で作っているはずだ。その2割に入る人は、仕事が楽しいだろう。毎日が充実しているはずだ。しかし、8割に甘んじている人は、会社に行くのも辛くなってくる。この8割の期間が長いと、だんだんと人の足を引っ張る思考が芽生え始める。この境遇は自分のせいでなく、周りのせいだ。そういった発想だ。ただ、面白い部分があって、足を引っ張る凡人たちも、明らかに差がついてしまうと足を引っ張りようがなくなる。出る杭は打たれるが、出過ぎた杭は打てない。もはや、凡人たちの手の届かない存在となるのだ。凡人たちは、同僚の足を引っ張るのは夢中だが、上司になると途端に服従し始める。絶対に勝てないとわかると抵抗をやめるのだ。だから、あなたは、少し頑張って早く出世してしまうことだ。そうなれば、足の引っ張り合いの中から抜け出し、さらに仕事を楽しめるようになる。それでは、読者の皆様が、凡人の足の引っ張り合いから抜け出し、課長、部長への階段を駆け上がることを祈りながら、本章を終わりとさせていただく。読了、ありがとうございました。